い、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は、購入品の紹介をしたいと思います。まずは、ラブライブの、ものなんですけども、こちらですね。はい、ラブライブの、ミューズライブコレクションのブルーレイを、購入しました。はい、そして、実際のところ、ちょっと忙しくて見れていないんですが、まあ、近々ね、ゆっくりちょっとね見たいと思っているので、まだちょっと未開封の状態です。こちらですね、全30曲入って、書き下ろしジャケットで、特典もこんな感じで入っています。そしてですね、私が、購入したのは、バンダイのビジュアルクラブの方で、購入したんですけども、そちらの特典がこちらになります。プロマイドで全員のね、サインが入っていて、多分 2L かな、サイズ的には。はい、こちらの特典でした。購入場所によっては、特典も違うと思うんですけども、はい、こちらを、いただきました。すごくね、嬉しいですね、個人的には。はい。ということで、まずは、ラブライブ関連の、購入品ですね。そして、またちょっと仕事で必要なものとかもあって、またちょっとダイソーに行ってきて、ちょっと追加で購入してきたものがあるので、合わせて紹介したいと思います。まずはこちら、ジュエリーパーツですね。はい。こちらは、まあ、レジンとかにも使えそうなので、2種類購入していきました。そして、追加で、先曲がりラジオペンチ。ちょっとやっぱり見つからなくてですね、うちにあったペンチが。なので、ちょっと作業用にやっぱ2本必要なので、ちょっと1本買ってきました。まあ、100円なので、いいかなと思いました。そして、こちらは和紙の、このパンダちゃんがね、可愛いんですよ。この封筒。はい。ちょっとね、可愛かったので、こちら一目惚れで、買ってきました。そして、こちらは、まあ、コットンですね。ちょっと映らないんですけど、こちら、パフですね。はい、コットン買ってきました。そして、こちら、お花。ティーフラワー、アクアですね。青と紫がベースの2色に入っています。そして、はい、イヤホンジャックですね。はい、ということで、ダイソーの購入品も合わせて紹介させていただきました。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。